日はあのここまでに至るまでに非常に面白い方々に出てきていただきましたので、私は持論としてあの面白い作品の中につまらない瞬間があると面白いものが光り輝くと思っているんですね。これからはつまらないことをやります。今日何も考えてきません。この人に音楽をくださいって言ったら音楽かかって、音楽が、15分ぐらいで終わります。その15分で終わらせる間に、私がお話を、何かするかしないか、しない場合は15分のただの休憩時間となります。まあこの後あの非常に面白いあの演目があの控えてますのでね、あの一回カニマを見てからあの、ね、あの浮き上がるという感じで。コンコン、コンコン、チャップ入ってもよろしいですか。なんか独り言のようなものが聞こえたんですが、ああ気のせいだろ。なんだ時間か、今更だけど、なんだ。時間か、はい、そうやって時間を稼げないんだから。いくらお前と考えないんだから。では舞台に立っていただきます。あなたはチャンプなんですよ、チャンピオンです。今まで数々のチャンピオンっぽいことをしてきたじゃないですか。猫道一家でね、猫道一家のやつで奇跡的なやつが分かったよ。もういいよそれぐらいすげえ。じゃあ行こうか。それ題名ぐらいないかな。東京ディズニーランド一人芝居のだめカンタービレ。音楽お願いします。これは部屋を出た、部屋を出るとそこは廊下だった、そこは地下だった。もうちょっと低くしてほしい。その地下、そこにはそうあのなんかがあった。このシアムだ、そうこのシアム的なものだった。まあこれこれなんかバキュー読んでらっしゃるさっぱり、東京ドームの地下にある謎の闘技場、そこの機械室に俺はいたわけだ。俺はそうさっき言われたようにチャンプで負ける、チャンプ、チャンピオンの略だ、チャンピオンの略かな、まあいいや、チャンプ。俺はもうこの地下闘技場で15年間にわたり無敗の王者として君臨し続けている。それはなぜか、それは戦っていないからだ。挑戦者を見ても挑戦者を見ても挑戦者は挑戦、テレ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 チャレンジャーの人を無視、一切挑戦を受けない。俺は無敗の王者なんだ。なぜなら俺は戦っていないからだ。だってそうだろう、戦争そんなものだって俺はどうでもいいっていうか、戦い、例えばギャンブルに例えよう。ギャンブルでよくギャンブラーに聞くと返ってくる返事が、ギャンブルのコツは何ですか、どうやったら儲かりますかって言うと、大体ギャンブラーってはギャンブルをしないことだっていう大体の人はね。でも結局その人ギャンブルやってんだけど、俺はまあいいや、とりあえずポジションに上がっていく。わあ割れんばかりの歓声だが、よーく見てみると全員わーっと言ってるだけだ。いや、脅迫観念に足りたように、あるいはそういうバイトなんだろうか、時給これなんか980円1時間ずっとわーって言ってたらお金がもらえるんだ、とにかくわーっと言ってる。誰も喜んじゃいない、そうだ、誰も俺が戦うなんて思ってないからだ。今日も戦い挑戦が現れてもあーパスで終わる、そのまま俺はチャンピオンの座を守り続けることになるだろうと組んでいるに違いない。だから今日はどんどん気分が変わった。あ、これのせいだったんだ。俺さっきからなんかみんなの演目がよく聞こえないと思ったら、あ、これだったんだな。あ、まだもう一人でよかっただけだな。そうだ、俺は今日は、あ、いいだろう、あ、どうせ東京で知り合いの要請、もしくは吉田先生を知ってる人間が残りあと何秒、12分、12分で終わらせなんかできるわけねえと思ってんだろ。その通りだ。だから俺は起承転結という呪いから主人公を解き放つことにしたんだ。最近そういう風にしている。物語というのは起承転結がある。なんでだ、なんでなんかこういい感じにならなくちゃいけないんですか。もうなんか気があったら消していいじゃないですか。僕はあれ、あの金曜ロードショーとなったら
10時半ぐらいから見ますよ。それぐらいがちょうどいいんだよ。それぐらい前の話がテレビブロックで見ればいいよ。大体話なんかテレビ、むしろテレビブロックの方が面白いから。それでもう見て、誰も、だってクライマックスさえ見れば大体わかるからね。もうナウシカって最後まで見れば、ああ、終わりから。もう、なんか、平成短期合戦ポンポコとか、最後と最初全然変わんないだろ。全然いいじゃないか、最初から全然変わんない。全然変わんないもんだったら、最後の盛り上がってるところを見ればいいんだ。歌でもそうだ。俺サビとなんかサビじゃないとこあるのって本当に嫌いで、だってサビじゃないとこつまんねえんだもん。サビのとこばっかり言って覚えてんだろ。じゃあサビだけでいいじゃないか。サビだけ歌えばいいんだよ。俺はいつも戦闘服に着てるんだ。いや着替えてるというかむしろ脱いでいたか。女装をやめた姿がこれだ。腹は出てる。赤ピーはありまくる。そして化粧もしない。髪の毛はこのまんまだ。でも俺はもうこれでいいんじゃないかと思ってる。もう女装は夜中に一人でやるのに十分だ。一人やって一人でちょっと暗がりなところで鏡を見てると結構美人に見えるんだ。それを見て俺は昔は自分の姿を見てオナニーしたもんだ。なんて省エネなんだろうな。自分のオナニーできるんだって本当幸せもんだ。俺はナルシストに生まれてよかったと思ってる。本当にもう本当にナルシストじゃないと多分めげてるよ。こんなことできてないしね。こんな人前で喋れない。俺ちっちゃい頃本当にいじめられくれちゃぶ。まだ試合をしないつもりでしょ。大丈夫だ。でどこの誰なんだよ今日の相手は。戦いは分かると思います。それはどんどん直しますよ。よろしいですか。ああ待ってくれ。戦闘服に着替えて行っただろう。あそこのカン君、はい、ちょっと手伝ってくれるかな。そこに白髪手があるんだ。おお、そうですね。ここにこうギュッと切る。いいんですか。やってくれ。流した時大丈夫ですか。大丈夫だ。やんないと太くねえし。そうだ。そうそう。あとがある。よし。よし。よく見えねえぞ。なんか思ったより見えないんだが。どういうことだこれは。どうなってんだ。お前グローブがなくなるよ。あか。家でグローブを探したら1個だけ出てきたんで持ってきた。1個はなかったのでグローブじゃないから勘弁してほしい。グローブじゃない方が強そうなのも勘弁してほしい。よし来い。そこでスティングサイドのアナウンスが青コーナー130ドロップ107パウンド。ルールを知りません。ノアメカンサーどこのどいつだ。すると目の前に俺と全く同じ格好した同じシルエットした、しかし色が微妙に違う変なやつが現れてきた。赤コーナー 165.7 パウンド、マーメーカンタービレー。俺だこいつこそ忘れるんだ。だから言ったでしょう。戦えば分かるって。あなたははめられたんだ。最近 DNA のコピーができるようになって、コピー人間ができるようになってんだ。あれは柴田に言う同キャラ対決です。よくほらなんだこういうなんか格闘技、まあ、分かったお前の格闘技っていうのはあれしかないんだよ。そうストリートファイターしかないんですけど、ストリートファイターとかで昔のああいうゲームって最初の頃は自分のキャラクターっていうのは一つしか操れなかったんだけど、いつの間にかある日から同じ人物が戦えるようになったの。それはすごい奇妙な色をしていて、全く違う色をしているのに全く同じ機能。ああいいぜ。そうか、もはや俺以外に俺を倒す奴はいないということだな。違いますよ。同キャラ対決するのはあれは観客が見たがってるからされるんです。あなたは嫌われてるんだ。あなたは自分の他人の芝居に出てもそのセリフを守らない。アドリブばっかり言う。あの人の青いユートピア出た時だって散々かけ回しといて何ですか。暴言吐いてあなたは打ち上げでムシッとして一言も打ち上げで謝らなかったでしょ。おかしいんだあなたは。あの、ニコメチ君の一家のドピンクの時だって
僕がこう上に天井にこう天井のバトンに捕まったら追いやれなくなったんだそれで初めて芝居を中断された。生まれて初めて芝居を中断されて助けられたんですよあなたはね、そうやって自分であなたは自分でチャンピオンだって言ってるけど、それはあなたの世界の中であって、あなたは自分の中の裸の王様なんだ。まさに今のまんまだ。だから何だって言うんだよ。だから何だって言うんだよ。いいからゴングを鳴らせよ。ちょうどいいよ。俺が俺と戦う。それこそ今の俺自身のもう残された道しかないんだ。俺は自分と戦うしかないんだ。もう自分で自分のことしか言えなくなってんだ。俺は芝居がなぜできないかというと、自分の想像した勝手な別のキャラクターが演じられないんだ。青いユートピアであなたの描いた作品ができなかったらもう俺はもう他人に抱えたキャラクターができない。さらさらやりたくないんだ。俺は俺自身しか演じられない。いや演じてない。俺はこれが普通なんだよ。俺はこれなんだ。俺はこうでしかならない。俺はだから自分の性欲しか忘れない。この後5人による芝居がある。だけど全部俺は自分のセリフを吐いている。自分のことを喋っている。猫道くんがずっと俺に付きっきりでインタビューをして、まあ他のみんなもそうなんだけど、俺のプライベートを洗いざらい全部脚本に返してくれた。だから今日母親を呼んでません。お母さん来たらショック受けるから。もう現時点にショック受けてんだよ。お母さんはね、俺のお芝居ね全部見に来てるんだ。大体なんでかってこの人が聞いてくれたんだ。インタビューしたの俺に、俺がいないところで勝手に俺の母親にインタビューしてるところですよ本作っちゃったのでお母さんなんて言ってか、心配だから見に来てんだよなファンじゃないんだよ親心で見に来てんだ俺はそういう38歳だ俺の今までの俺がなぜノーダメカンタービレという選手ネームなんだ。あれはレフリーが間違えてんだ。俺の名前はカンタっていう、カンタアビレだ。そして俺は全く敵からダメージを受けたことがない。ノーダメージカンタービレ、略してノーダメカンタービレと言われてる。おーってよく考えてみたただその場で言ってるだけだって後で気づくからノーダメージ、それは俺の小さい頃に由来している。俺は小さい頃リゴブロックが好きだったんだが、リゴブロックでこうダイヤブロックとリゴブロックってくっつけることができるんだよ実はな。でもそれが絶対に離れなくなるんだ。俺はそれを利用してノーダメージっていう戦車を作った。絶対に壊れない戦車だ。それを相手の陣地向けたとみんなでこうレゴブロック遊んでわーってマッチシリーズで遊んでる時に、大室に持ち上げて攻撃方法ね、ノーダメージを相手の陣地に投げつけるんだ。ぶっ壊れる。相手はそのノーダメージを拾って俺の陣地に投げつける。ぶっ壊れる。俺はそのノーダメージを拾って投げるんだが、コントロールが定まらなくて別の陣地に行ってしまう。怒る。そいつが投げ返してくる。別の陣地に当たる。そうやってレゴの街は全部焼け野原になった。そして小学校6年の俺たちはみんなで競技の結果ノーダメージを封印することになったんだ。小学生でこんなこと言うんだぞ。今のまさに核兵器と一緒じゃないか。俺はあのノーダメージが今も高橋直樹、僕の団地の6階に住んでる高橋直樹君家のあの押し入れの奥底で埋まってるのを知っている。俺は大人だったからノーダメージってどうなったのって一度聞きに行ったら、あった車輪とか砲台が全部なくなっててただの塊になってた。すげえ怖いの。ホコリがついてるただの塊がよーく見るとそのお尻の隅っこに置いてあって、ピシャッ、見なかったことにしよう。今も高田口にノーダメージがある。そのノーダメージがおい、痛えな。いや、ダメージ食らってんじゃねえかよいいんだ、自分自身のダメージだったら全然痛くない、全然痛くない。そうなんだよ、それが俺は痛い。相手が俺だって、だったら好都合じゃないか。あ、俺はな、このここにいる、ごめんな、中見ててこいつを猫道一家の舞台の上で散々殴ったことがある。マイステージごとにか、しかも関係ない場所でだ。普通に喋ってる、セリフ喋ってると僕が暴力の時間テレ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 どんどんどん殴りにかかってボコボコに殴って、するとお客さんが笑うんだな。こいつ本当に怖くて痛がってるのに笑ってるんだよ。
どうだお前本気に殴られてるのに笑われてるぞって俺はそういう役者だった。でも俺は一人芝居になり、そして一人で痛みを知るようになり、そう自分だったら自分に痛みが早く帰ってくる、全部帰ってくるからな。叩く相手は自分しかいないから。それでようやく俺は相手には痛みがあるってことを知った。この年になってた。だから来いよもう一人の自分。お前の戦い方、お前の信念、お前のやりたいこと、全部分かってやって、全部受け止めてやるのは俺だけなんだ。おい、おい、いいよな、自分だったら、他人じゃなくて自分だったら、思いっきり殴れるもんな。手加減もできない、手加減しなくてもいいもんな。俺は自分が傷つくんだったらいくらでも舞台上で笑われてやるよ。全然面白くなくたって俺は舞台上に上がってやる。出てくれって言うまで上がってくれる。上がってる上がってる上がってる。ただしもう俺は芝居はできない、演技はできない。俺にやるのは買ったばっかりなのに壊れた。俺にやるのはこの俺自身の体だけだ。終わんねえよこの話は。終わるわけがねえんだ。今始まったばっかりなんだ。俺はずっとこうやって、そうやがてもしかしたら江頭みたいになるまで戦ってやるって言ってんだ。さあかかってこい。以上東京ディズニーランドのだめ艦隊でした。どうもありがとうございました。